感情版は古典落語の演目の一つ。とあるトイレの文化がない田舎の村では、糞便は海のそばにある紐のついた板の上であり、用が終わると紐を引き換えに流すという様式が取られ、この糞便をすることを感情をするといい、糞便をするための板のことを感情板と呼んでいた。そんな村の若い二人が江戸の方へ旅をしに来て、糞便がしたくなったから大騒ぎ。 宿の方向人に感情がしたいというと、当然点の方はお勘定をしたいと勘違いする。方向人がそのことを宿屋の主人に伝えると、宿屋の主人は、彼らは田舎の方みたいで、江戸という堅苦しい町は毎日お勘定を取り立てるものだと勘違いされているのだろう。だから、お勘定はお立ちになる。半月後にまとめて頂戴しますので、ご心配なく。 と伝えなさい。ということづけをする。方向人もその通り伝えるが、二人は半月もトイレを我慢しろと言われているようなものなので、やや怒り気味に感情板をいた思ってくるように言う。そうすると、店の方も感情をいたという言葉に聞き覚えがないため、困惑するが、感情をするためのいたとして考えられるのは、そろばんぐらいなため、一番上等な巨大なそろばんと、 感情が書かれた、明細書を持って行かせる。そういうわけで、そろばんを持って来られた田舎者二人は、感情板にしては小さいとぶつぶつ言いながらも、そろばんの上に用を足し、明細書でお尻を拭くのだが、用を足したのがそろばんであったため、玉が車輪のようになり転がりだし、それを見ていた二人は、江戸の感情板はすげえなあ。誰かが紐を引かなくても、自分でどっかに行っちまったよ。 と漏らすのであった。言葉の勘違いがとんでもない騒動を生む話である。ソロ版を見せられた田舎者二人が、これでどうやって、感情をするんだと方向人に問い、まとめて感情していただければ、後で取りに伺いますなどと説明され、用の足し方と勘違いして、パニックを起こすシーンがハイライトとなる。用を足してからのシーンはビーローそのものなので、 田舎者が混乱して困り果てるところで話を終える場合もある。下げのバリエーションとしてはこの他に階段の下で番頭がカリン島という実に感情にそっくりなものを食べており、その上へ車みたいに転がってきたそろばんから落ちた感情が乗っかり、それを手に取った番頭が、あれこのカリン島、しっけてやがると言いながら食べてしまうというものがある。 ありがとうございます。